タイム2号です。こちらの穴開けすべて完了しました。はい、すべて1300ぐらい開けたんですかね。はい、そしてですね、こちらの給水管をですね、すべてはいつけてきました。こちらもですね、はい、ただですね、今回通路用にですね、このように、はい、こう何もしてないとバーって出ちゃうんで、こちらにはですね、はい、このようなですね、これちょっと片付けないといけないですね。こちらバルブがですね、これちょっと規格が違うやつなんですけど、1ここに2個あって、あと2つあるんですよ、4つ。で、家に新品が1個あるんで5つあるんで、まあこんな形でつけていきたいと思いますね。はい、まあ、閉じるって感じですね。閉じて、で、あとは、まあ、基本的には換水チューブ、こちらメインの方がなりますんで、こういう形で、これもエンドクリップですね、これで出ないように、はい、このようにですね。だからこれをですね、あと追加で9つですね、はい、買ってきて完成ですね。通路に出し付きはだから外してですね、換水チューブをつなげるような形で、こっちのバルブを閉めるみたいな、はい、形でやっていきたいと思いますね。で、基本的には 100% これでですね、明日以降換水チューブをつなげてですね、ベッドを濡らしていきたいと思いますね。はい、まあ、定食まであと15日ぐらいあるんですけど、まあ水で浸してですね、微生物を、温度上げられないんで、そっか、微妙ですね。微妙なところなんですが、まあ、早め早めにですね、濡らしていきたいと思いますね。はい。それとですね、今日なんですが、はい。はい。研修行ってきました。で、3時過ぎには帰ってきたんですが、埼玉研修育成会行ってきました。まあ、講師による、まあ、栽培、促成栽培、限らずですね、あ、まあ、メインは促成栽培ですけど、それも注意点とかですね、1時間ぐらい話していただいて、あとは圃場ですね、実際。まあ、圃場、試験場といった方が正しいかもしれないですね。一ベッド、二ベッドごとにですね、違う品種が入ってましたんで、もう、いっぺんに比較できるっていうような、はい。農家としてはですね、夢のような圃場でしたね。まあ、シャタ農園もですね、実験場みたいな感じになってますが、はい、ということで、一応、撮影許可をですね、求めたんですが、ということでした。はい、ただですね、僕も悔しいんで、なるべくですね、その会社の方針に、合った形でですね、撮影 NG ながらもですね、動画を、撮影しましたんで、はい、NG なんですけど撮影しましたんで、これであればですね、多分問題はないのかなと。特にまあ NG な理由は聞きませんでしたが、多分ですね、まあ企業秘密的なところもあるのかなと。補助は撮影されると多分ですね、秘密がバレてしまうのかなというところでですね、僕はそこは食ってかかりませんでしたが、はい、ということで、ちょっと残念ですけど、はい、しょうがないですね。ということで、本日はお疲れ様でございました。今年も出ますね。やっぱり、いますね、このハウス何かが。はい。ということです。最初はピヨピヨ、じゃんけん、パー！そういうことですね。近いんですよ、埼玉原種育成会は。50分、車で下道で50分弱なんで近いんですけど、はい、初めて僕行きましたんで、はい、なかなか、まあ広大な敷地にですね、まだいくつもの、育苗ハウスが建っていてですね、で立派なキュウリがなってましたね。さすがですね。まあ曲がってるもありましたけど、
はい、いい経験させていただきましたね。ちなみにですね、まあ、研修生を受け入れているらしいんですけど、でまた研修出身の方も僕の知り合いとかいたりするんですけど、研修生、まあ毎年ですね何名か、今日聞いたらですね、とりあえず 今現在3名研修生がいるそうですね。はい、まあそういう方はですね、結局まあメインの種がですね埼玉原種になるのかなと、はい、ってことですね。ちょっと長くなっちゃいましたね。はい、以上です。